私からは1件でございます。明日11月10日第60次南極地域観測において輸送支援を行う南極観測船しらせが東京湾晴海ふ頭から南極昭和基地に向けて出航いたします。なお第60次観測隊は夏隊40名越冬隊31名の計71名で構成され、11月25日に成田空港から出発し、オーストラリアのフリーマントルでしらせに乗船予定です。我が国の南極地域観測事業は昭和31年の第1次観測隊以来、長年の観測実績を有し、地球環境変動の解明につながる大きな成果を上げています。南極という厳しい環境での活動ですけれども、観測隊員およびしらせ乗組員が一丸となって観測活動や輸送業務に励まれて、予定した任務を達成され無事帰還されることを期待申し上げます。私からは以上です。感謝から質問させていただきます、ね、先日東京医科大学の会見で、はい、本来合格していたはずの受験生が101人もいたということが明らかになったんですが、はい、大臣のご所感をお願いします。はい、今ご指摘があったとおり、10月23日の第三者委員会からの第一次報告書での提言を受けて、東京医科大学が、7日に今記者会見を開き、大学としての具体的な対応内容について説明を行ったことは承知をしております。101名というですね、大変多数の受験生に不利益を生ずる事態となっていたこと、大変遺憾に感じています。不利益を被った受験生の対応については一義的には大学において検討されるべきものだと思いますけれども、文部科学省といたしましても不利益を被った受験生の救済など必要な対応が取られることは極めて重要だと考えておりまして、まずは大学において適切な対応が取られるよう注視していきたいと思っております。各社よろしくお願いします。共同通信のプロなんですけども、国内代表でですね、101人全員が必ずしも大学で、あくまでそれぞれの認識で大学に行くというのが表現です、その結果、結局入学できないという可能性が高いですけれども、そこについてはどうですか。今ご指摘になられた定員との関係についてですけれども、東京医科大学が、平成31年度一般入試及びセンター試験、利用入試の募集定員をですね、本来の募集人員から、追加入学者数を差し引いた数とするということを発表しております。これにつきましては、不利益を被った受験生への対応ですとか、教育条件の確保等々、さまざまな要素について考えた上で決定されたものと考えますけれども、先ほども申し上げましたが、個別の救済や あるいは追加の入学者の決定、これについてもですね、各大学の判断に委ねられていると考えますので、文部科学省としてはまずその判断を尊重したいと考えています。NHK の並木ですが、この件を巡って一応文科省からの補助金をのです、ね、減額等を懸念して、大幅に定員を超えられないんじゃないかという意見も一部ございますが、今後の補助金の在り方ですと、学部に対してそのあたりいかがお考えでしょうか。定員等の問題 と、補助金のですね、不適切な運営に対するさまざまな処理の問題は一応切り離して考えて、もらうべき問題だと思っております。補助金の問題につきましては、国会審議の中でも申し上げた通り、しっかりとですね、その実態について検証し、また行政指導等を挟んだ上で、対応したいと思います。よろしいでしょうか。日本テレビの井戸です。先ほど大臣、その東京医科大学による学生への救済については文科省としても注視しているとおっしゃっていました。例えばその救済が結果として不十分だと感じられるようなものになったら、何らかの指導などを考えられるんでしょうか。そうですね、現時点において仮定の質問にお答えすることは適切ではないかなと思いますけれども、先ほど申し上げた通り、大学としてですね、しっかりとした対応がなされるかどうか、我々は極めて重大な関心を持って注視していきたいと考えています。すみません、はい、日刊工業新聞の富です。ちょっと話題変わるんですけれども、
研究開発強化法っていう、はいはい、通常国会で今整理するので、今これからその今の進捗状況とこれからどういうふうにしていきたいか、期待することっていうのがあれば教えてください。はい、今お話があった研究開発力強化法の改正案ですけれども、閣法ではありませんので、政府としてその動向についてこの場で申し上げることは差し控えたいと思います。ただですね、この法案は大学や研究開発法人の機能を強化して、知識、人材、資金、これが好循環を形成するということを目指すもので、我が国の研究力向上を実現していくために大変重要であると認識しております。したがって文部科学省といたしましても、今後とも与野党で、しっかりと調整をして、もらうことを期待するとともに、その状況を、注視していきたいと思っています。よろしいですかね。よろしいでしょうか。ありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、どうぞ。